んばんは、佐野元春です。みんな元気だったんですか？元春レディオショー、毎週この番組は NHK の小さなスタジオから素敵なポップスやロックンロール届けてますけども、楽しんで待ってますか？さて、今日は1月14日月の第2週目ということで、いつも通りグッドオールソングス特集。僕がこの元春レディオショーを始めたのは1980年なんですけども、今までにいろいろなタイプのオールディーズナンバー紹介してきました。毎週この特集が待ち遠しいなと思ってくれてる人きっといるんじゃないかと思うんですけども、そこでこのグッドオールソングス特集、今までどんな形で特集してきたのか、ちょっと振り返ってみたいと思います。まず最初にやってたのがビルボードナンバーワンヒットソング特集、年代ごとに区切って特集しました。そして次にやったのが同じくビルボードのチャートからトップ20ヒット特集、これは、ナンバーワンの陰に惜しくも隠れてしまったような曲をピックアップしていました。そして去年まで続いていたサウンド別アーティスト別の特集、ここではバディ・ホリー、ボブ・ディラン、ジョン・レノンといった、ロックジャイアンツたちのヒストリー、そしてサウンド別の特集では、モータウン、スタックス、フォークロック、そのようなところを取り上げてきました。そこで今回からのグッドオールソングス特集、ロックンロールというのは一体どこで生まれてどんな風にして育ってきているのか、ロックンロールの歴史です。これをどうにかうまくまとめてぜひみんなに楽しんでもらいたいということで、モータウンレディオショー、今回から始まるヒストリーオブロックンロール、1956年から1980年までの25年間、その年のヒットナンバーを織り込みながら、いろいろなロックアーティストたち紹介していきたいと思ってます。45分間最後までリラックスして楽しんでくれれば嬉しいです。 I wanna be with you tonightロックロールミュージック、部屋の飾りにするにはもったいない音楽です。どんなに時が経っても3分間の優れたロックンロールレコードの中には本当の何かっていうのが隠されているような気がします。モータウンレディオショー、今回から始まったヒストリーオブロックンロール、今日はその第1回目ということで、まずこの曲からスタートです。1、2、3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight What's your life? 1955年、ビル・ヘイリーのヒットナンバー Rock Around the Clock。 当時ニューヨークにとても人気の高い DJ がいました。彼の名前はアラン・フリード。番組では主に黒人たちのご機嫌なリズム&ブルースを流してました。それを聞いていた連中が、あ、それだったらこの黒人たちのリズム&ブルースと、それまで白人たちが得意としていたカントリー&ウェスタンミュージック、これを合体させたら一体どうなるんだろうというところが生まれたのがロックンロール。まあ、いろんな本にはこんなことが書いてあるわけなんですけども、実際のところはもっとごちゃごちゃしていて、みんな何が何だか分かんないうちにふっと気づいてみたらこんなスタイルになっちゃった。でもまあいいじゃないか、呼び方はまた別に考えることにしても、とにかくこの音楽は気分をぐっと高めてくれるし素敵だよ。まあ、当時の人たちが本当にこんなこと言ってたのかどうかわからないですけども、アメリカ1955年、今聴いてもらっている、ビル・ヘイリーの Rock Around the Clock、 この曲のヒットによって、ロックンロールという言葉は次第に一般の人たちにも広まっていくわけです。じゃあここでビル・ヘイリー、もう一曲別のヒットナンバーです。 Shake, Rattle and Roll, Bill Haley and His Comets。
セイグラドランドロール、ビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツでした。音楽は時代ととても深く結びついている。よくこういうことを聞きます。ロックンロールが生まれた50年代中盤のアメリカ、これはどんな感じだったかというと、当時の大統領アイゼンハワー、彼の政治のやり方はとても保守的で、経済の面から言ったらこの頃のアメリカというのはとても豊かだったんですけども、国が豊かにそして強くなっていくのはまあ構わないんだけど、何かそれと同時に、人間として大事なものをこう失っていくんじゃないだろうか、失ってってるんじゃないだろうか、そのようなちょっとした不安が少しずつ特に若い連中たちの間で、くすぶり始めていた頃です。その中で新しい意識を持ったアーティストたち、主に文学だとか詩を書いてる連中だったんですけども、新しいアーティストたちの集団が生まれてきます。ジャック・ケラワーク、アレン・ギンズバークといった、いわゆるビートニックたちの登場です。当時のビートジェネレーションの代弁者でもあったアレン・ギンズバーグ、彼が1957年に言ってたこと、ここでちょっと紹介します。アメリカは物質主義に狂ってる、生きてるんだという、感情や魂を持っていないアメリカは、誤った権利を主張して世界を相手に戦おうとしている。ウォルト・ホイットマンの同志たちのあのそやで美しいアメリカではない。Whole lot of shaking going on. Jerry Lee Lewis. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Yes, I said, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking. Whole lot of shaking going on. Well, I said, come on over, baby. We got chicken in the corner.シェイキングゴーイノン、ジェリー・リー・ルイス。まさにロックロールミュージックはそれまでになかった新しい価値観を伝えました。聞く音楽から感じる音楽、さらに参加する音楽になってきたわけです。貧しい人たちやお金持ちの人といったような、社会的な階級を一瞬のうちにして飛び越えてしまう音楽、また時には、大人たちが押し付けてくる良識といったものに、異議申し立てをする音楽、とにかくいろいろとエキサイティングな要素がこのロックロールミュージックの中にあったわけです。じゃあここで、当時のロックノールナンバー2曲続けていきます。ロングトールサリー、リトルリチャード、そしてメイベリン、チャックベリー。
シェイム、ファッツ・ドミノでした。1955年10位まで上がったナンバーです。とにかくこのロックンロールと呼ばれる新しいダンスミュージック、ティーネージャーたちには爆発的な人気ありました。みんなこの開放的なロックビートに合わせて、思い思いの踊り方を次から次へと発明していきます。例えばマッシュポテト、ブガルー、スイム、シェイク、とにかく当時のティーネージャーたちはこのロックンロールという音楽を体全部で受け止めて、そのビートを受け止めたんだという証拠に、今度逆に自分たちの形でそれを表現していったわけです。ファッションの方もなかなか様になってきました。だいぶ前の映画になるんですけども、アメリカングラフィティ。この映画の背景になっているのがちょうどこの頃です。ここで当時のロックンロールナンバー4曲続けて聴いてください。まず、ペギー・スー、バディ・ホリー、
そしてサマータイムブルース、エディ・コクラン、そしてビーバパルーラ、ジン・ヴィンセント、最後に All I Have To Do Is Dream、 エヴァリー・ブラザーズ、4曲続けていきます。Then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, girlies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue.I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, 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 pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue.Well, I love you, gal. I want you, Peggy Sue.Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you.Well, Bebop-a-Luna, she's my baby. Bebop-a-Luna, I don't mean maybe. Bebop-a-Luna, she's my baby. Bebop-a-Luna, I don't mean maybe. Bebop-a-Luna, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby. Well, she's the gal in
she's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't make my baby. Bebopalula, she's my baby, la, my baby, la, my baby, la. It's she's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that gives more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't make my baby. Bebopalula, she's my baby. My baby, my baby, my baby. That's why I'm here now. バディホリー、サマータイムブルース、エディコクラン、そしてビーバーパルーラ、ジン・ヴィンセント、All I Have to Do is Dream、エヴァリー・ブラザーズ、4曲続けて聴いてもらいました。今日のモタウレイディオショー、ヒストリー・オブ・ロックンロールと題して、1955年から60年にかけてのロックンロールナンバー、いろいろと紹介してきています。さて、この頃のリズム&ブルースと、リズム&ブルースというと、まず語らなくちゃいけないのは、プロデューサーでもあり、ソングライターでもあった、ジェリー・レイバー、そしてマイク・ストラーの、プロデューサー・ライターチームなんですけども、次に紹介するこのグループの曲の約9割は、彼らのペンによるものです。
ザ・コースターズ、彼らの、このコースターズの育ての親と言っていいと思うんですけども、曲は、57年ミリオンセラーとなったサージン。そしてもう一曲、当時コースターズと人気を二つに、分けていた同じ、ドゥアップグループです、そしてアトランティックレーベルという、これもコースターズと一緒の、レーベルなんですけども、ここからのアーティストでドリフターズ、彼らのナンバー、聞いてもらいます。2曲続けて聞いてもらいます。まず1曲目がコースターズで、サーチン。そして2曲目がドリフターズ、ルビーベイビー。2曲続けていきます。
さて、今夜のモタルレディオショー、グッドオールソングス特集、ヒストリーオブロックンロール、ボリューム1、ついてます。1956年、ブームになったロックンロールにさらに拍車をかけるような形で、一人の若くて荒々しいシンガーがデビューします。出演した映画は31本、レコードの総売上は、ビング・クロスビーとフランク・シナトラとビートルズの売上を合計したよりもさらに多いという記録を持っています。The King of Rock and Roll、エルヴィス・プレスリー。彼が登場したことによって、アメリカ中の良識ある大人たちは、自分たちの子供をどんな風に教育していいのかわからなくなってしまいました。Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just lonely. まず彼の歌う姿があまりにもセクシーだったためにあちこちから非難の声が上がりました。アメリカ中のPTA、婦人団体、カトリックの牧師、新聞の社説、そういったところからもうエルヴィスは教育上良くないということで、子供たちに見せてはいけないものっていうようなレッテルを貼られてしまったわけです。それでも、そういった風潮とは全く関係なくエルヴィスはティネージャーたちに強く支持されて瞬く間にスーパーアイドルになっていきます。エルヴィス・プレスリー、彼の初期のヒットナンバーから3曲、ハウンドドッグ、Don't Be Cruel、 そして All Shook Up。 You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a houndI don't want no
baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel, ooh, to a heart that's true. Don't be cruel, ooh, to a heart that's true. I don't want no other love, oh, baby, it's just you I'm thinking of. Bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Elvis. 彼の初期のロックンロールナンバーから Hound Dog、Don't Be Cruel、 そして All Shook Up、 3曲続けて紹介しました。1956年、エルヴィス・プレスリーが登場したことで、ロックンロールのブームはピークを迎えるわけですけども、これが1959年、60年に入ったあたりで、なんだか雲行きが少し怪しくなってきました。まずエルヴィスは軍隊に招集されて活動を一時やめてしまいました。それから、レコード会社が DJ に曲をかけてもらうために賄賂を使うといったような、いわゆるこれは当時ペイオラ事件と呼ばれていたんですけども、これによって、アメリカ全国の多くの DJ たちがラジオ局をクビになりました。それがなぜかこの時期、多くのロックンロールアイドルたちが不良の事故で亡くなるという悲しい事件が相次いでいます。例えば映画俳優で言えばジェームス・ディーン、そしてバディ・ホリー、エディ・コクラン、そして、DJ のアラン・フリード。1960年に入ってアメリカのロックンロールはまるで死んでしまったかのように見えたということです。さて、モーターレディオショーグッドオールソングス特集、今夜はヒストリーオブロックンロールと題して、1955年、ロックンロールの誕生から1960年までの流れを簡単に追ってきましたけども、どうでしたか？この特集はもちろんこれからもずっと続いていきます。また来月のこの時間をぜひ楽しみにしていてください。次回はフィル・スペクターとガールグループ、そしてビーチボーイズ、フォーシーズンズ、そういったところにスポットを当てて特集してみたいと思ってます。それから、みんな年賀状どうもありがとう、全国からたくさん届いてます。今年もステージ、そしてレコード、DJ 頑張ってやっていくつもりなのでよろしくお願いします。そしていつも通り、番組に対する意見だとか、身の上で起こった面白いことだとか、そしてもちろんリクエストナンバー、何でも待ってます。ハガキに書いてぜひ送ってみてください。あっさきを言います。郵便番号150、東京都渋谷区神南 NHK サウンドストリート、元春レディオショーの係です。それから最後になりましたけれども、先月糸井五郎氏が亡くなりました。彼は日本のロックンロール DJ として素晴らしい仕事を、なさってきたわけで、僕も10代の頃随分彼の、ロックンロール番組を聞いて励まされました。ここに包んで追悼の意を述べさせてもらいます。今日のラストナンバーなんですけども、糸井五郎氏がやってた、ロックンロール番組のテーマソングになっていたインストルメンタルナンバーです。敬意を込めてこの曲を書きたいです。ビタースイーツサンバ、ハーパーバード。今夜はこの曲を聴きながらお別れです。おやすみ。